練習試合の時に一回もどきでやってみたんですけど、多分誰にも気づかれてない。皆さんこんにちは、トヨタ自動車アンテロープスのマリエブリンです。今回クイックコーチナンバー4です。クイックコーチとは自粛中地元の子供たちがきっかけでできたオンラインバスケットクリニックで、今後はバスケットスキルのマーケットを目指してより多くの人に使ってもらえるようにする予定です。現在自分もクイックコーチで修行中ですが、バスケットに関する悩みをできる限り分かりやすく解決して、1クォーター以内に皆さんに学んでもらえるような動画を作っていきます。なのでこの動画を見ている皆さんの中で、自分が持っているバスケット経験をオンラインでどうやって活かせるのか見てみたいだったり、自分もバスケットで同じような悩みがあるという方はぜひ最後まで見ていってください。それでは相談からいきましょう。ダブルクラッチね。いやー本当に思うんですけど、最近の子上手くないですか？上手いですよね。みんな小学校の時ダブルクラッチなんて聞かなかったですけどね。やっぱり動画とかで学べるのは結構大きいのかな。実はね、今シーズンダブルクラッチのコツを教えてもらって、練習試合の時に一回もどきでやってみたんですけど、多分誰も気づかれてない。悲しい。まあ、でもね、アドバイスできそうなので行ってみたいと思います。こんにちは、マリエブリンです。ダブルクラッチのコツは実は足を開くことになります。ダブルクラッチは降りてくるときにシュートを打つ技なので、足が伸びきっていると着地までが速くなってしまって慌ててシュートを打つことになります。なので男子もよくやってますが、カエルみたいに足を開いて膝を曲げることでしっかりとバランスを保てて狙いも定めやすくなるので、ぜひチャレンジしてみてください。頑張れ。はい、ということでどうだったでしょうか。ダブルクラッチについて少しまとめてみたいと思います。まず大前提として、しっかり上に飛ぶということが一つ、そしてダブルクラッチは相手をかわしてシュートに行くので、着地までの余裕をしっかり作るという意味でも膝をしっかり曲げるというよりかは、両膝をしっかり上に持ち上げるという感覚が必要です。そうすると地面につくまでに余裕ができて、指先に集中できたり、しっかり相手を見てシュートを打つという余裕が生まれるので、ここが今日のポイントです。皆さんはダブルクラッチのポイントについてどう思いましたか？自分ならこうやってアドバイスするという意見がもしありましたら、コメント欄にぜひコメントをお願いします。またこの動画がいいと思ったら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。動画を見ていただきありがとうございます。もしこの動画が面白いと思ったら、コメントに感想を残したり、チャンネル登録をよろしくお願いします。新しい動画を見逃さないために通知ボタンもオンにしておいてください。もしマーリエブリについてもっと知りたいと思った方は、インスタグラムもフォローしていただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。